HAL プロトタイプを装着した人物 HAL は生体電位信号を読み取り動作する世界初のパワーアドスーツ。筑波大学の三階義行らによって開発されている。現在にタイプが存在し、HAL3 は脚部のみが稼働するが、HAL5 は腕、足、胴体のすべてが稼働する。HAL5 は 現在、装着者が本来持てる重量の5倍の重量を持つことができる性能がある。装着者の皮膚に取り付けられたセンサーを通して微弱な生体電位信号を感知し、内蔵コンピューターによってその信号が解析され、サーボ機構によって装着者の動きを補助するように、スーツが動作する。スーツ全体は腰に取り付けられた電池によって電力供給される。身体障害者や、 高齢者の運動補助のために開発されており、将来的には労働用の HAL も開発する予定である。サイバーダイン社は、客部ユニットの福祉施設へのレンタルを開始した。サイバーダイン社は大量生産し、さらなる試験のため、初年度以内に10ユニット貸し出す予定である。2006年度グッドデザイン金賞受賞。2014年11月12日。 HAL 作業支援用と HAL 介護支援用がパーソナルケアロボットとして世界で初めて安全性についての国際規格の認証を取得。同年12月、厚生労働省が貸しタイプを気象疾病用医療機器に指定。2015年11月25日、厚生労働省は医療機器 HAL 医療用貸しタイプを患者進行性の神経。 筋疾患用として承認、国内の販売を承認した。筋縮性即作効果症や、筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、多摩脊髄性筋萎縮症など8つの難病のいずれかに診断され、かつ体重や身長などの条件を満たした患者が対象となる。翌年1月には、厚生労働省中央社会、保健医療協議会によって、 HAL 医療用菓子タイプの保険適用が決定された。2016年9月2日より医療保険適用が始まった。サイバーディンよくある質問。2010年3月18日閲覧。サイバーディントップページ。2010年3月18日閲覧。HAL5 日本産業デザイン振興会。2013年3月27日閲覧。 品質安全基準の国際規格によって、パワードスーツも家電への一歩を踏み出すことに、世界初、パワードスーツの HAL に ISO 認定。ASCII.jp。オリジナルの2014年12月31日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20141231063735/http:/asci.jp/elem/000/951/951600/2015 0 0 0年2月2日閲覧。ニュース、h a l 医療用が 厚生労働省より気象疾病用医療機器として、指定 HAL 医療用を貸しタイプを承認しました2015年11月25日、ニュース、厚生労働省、神経筋難病疾患に対する HAL の治療にかかる技術量等の保険点数解釈を、公表ロボット治療として、世界初の公的医療保険の償還価格が、決定つくば大発 VB の装着型ロボ、 医療機器に初承認歩行を助ける装着型ロボット HAL 製造販売を承認厚生省ロボットスーツ HAL に保険適用歩行のリハビリに活用 IT メディア2016年2月1日閲覧ロボットスーツ HAL 民間保険始まる世界初のサイボーグ型ロボットスーツ HAL 医療用貸しタイプが医療保険の適用に ロボットスーツ HAL、いよいよ保険が適用。ありがとうございます。